はい、皆さん、こんにちは。今回、真っ赤着てます。本当はね、ピンク着たかったんです。ピンクがですね、ちょっとね、昨日洗濯に対してまだちょっと乾いてなく、ちょっと湿ってるもんですから、えー、何着ようかなと思ってねやっぱり明るい色に、絶対今回はですね、明るい色を着なきゃいけないと思って、真っ赤っかを着ております。ということで、この真っ赤のシャツもね、えー、久しぶりだと思うんですけども、えー、なぜね、そういうふうに思ったかというとですね、 はい。えーとですね。本日はですね、女性セブン、今週の女性、今週号の女性セブン、えー、6月の8日号だっけな。えー、それがちょっとね、えー、朝方から出てるんですけども、いやー、女性セブンって言うとですね、結構ね、最近話題ですよね。皇室関係で言うと、えー、先週のね、えー、あれは6月1日号だったと思いますけども、 えー、先週の記事の中で、中ではですね、皇后雅子さをちょっとディスるようなね、園遊会に遅れたんじゃないか、みたいなね、そういったようなことでね、招待客の人が雨の中待ったのよ、みたいなことでちょっとね、雅、えー、子さをディスるような記事を出してて、それに関しては私もなんぞやーみたいな感じで、 かなり怒っちゃったんですけどね、えー。かたやですね、その先週のね、女性セブンの中では、えー、私もね、えー、もうここね数日間ずっと毎日のように話をさせてもらってる、あの市川猿之介さんのね、あのセクハラパワハラのスクープ記事を出した。これでもね、えー、かなりも女性セブンは有名になっちゃいましたけども、えー、そういった中でですね、今週出ている女性セブンもね、ちょっとかなり話題がね、いろいろあるんですね。はい、で、いつものかとく表紙こんな感じ。 はい、えー。でですね、まず一つはね、えー、この猿之助さんに関するですね、スクープ第二弾じゃありませんけども、えー、そのセクハラ証言だとか、そういったようなことに関してですね、えー、さらに、えー、その実際の告発者だとか、えー、実際にそのセクハラを受けたような人たちに対して、えー、直撃取材をまたかけているっていうことで、この第二弾に関してもですね、非常に、何、えー、て言うんですか、 あの注目度がね上がってるんじゃないかなっていう形でこれもねいっぱい記事で取りますで何ページぐらいだっけなこれもね6ページとか7ページぐらいにわたって非常に大きなね記事として掲げてますそれがまず一つとねあとはね今回の話に関してはその上にある話です えさっき言ったようにですね先週のね、えー、女性セブンの記事の中ではどちらかというと皇后雅子さまをディスっていたような表現を出していたんですよなので私も「ふざけんな」みたいなことで言ってたんですけども「いやー女性セブンさんちょっとね反省されたんですかね」みたいな感じで今回ねそのねの、えー、宮愛子さまに関してイギリスもしくはスペインの留学ということでえ何世界に、えー、世界の王室をつなぐプリンセスになりますみたいなね えー、そんんななよようなことが書いてあるんですよそれこそね記事の中では世界の、えー、王室と、ね、皇室をつなぐためのね真の皇女になるそれが愛子さまだみたいなことでねおお女性セブン頑張ったなみたいなね、えー、やっぱり先週の記事反省したんじゃないかなみたいなね、えー、そういったようなですね <laughs> 記事が出て、えー、私もね、ちょっと、ね、今しがたその記事をね、読まさせてもらったんですけど、もう目尻下がっちゃって下がっちゃってっていうことで、えー、今回はね、このね、女性セブンのこの愛子様の記事をね、真っ先にね、えー、皆さんにはお伝えしたいなというような感じです。えー、今朝ばっかり、今朝ね、出たばっかしのほやほやの記事です。はい、ということでね、えー、いつものことくこんな感じですよね。 はい、えー、今言いましたように、えー、タイトルであったようにですね、えー、としのみや愛子まに関しては、海外留学で世界をつなぐプリンセスになられるんだみたいなね。いやー、そうなんですよ。よく、今回はよく言ってくれましたみたいな感じなんですけどね。 えー、でね、まあ、記事の中身をいつものごとくね、ちょっとね、かいつまんでお話をさせてもらいますけれども、えー、もう一回言います。えー、本日朝から出てる女性セブン2023年6月の8日号です。愛子様の、えー、愛子様をですね、一生懸命ね、えー、褒めてるような今回は記事が出てますので、えー、皆さん今回はお買い求めいただいてもよろしいかなっていう感じですね。はい、えー、でね、ですね、 えまずはね、最初ね、先日行われたその皇后雅子さまがあの名誉総裁というかですね、代々のね皇后陛下が、ここの赤十字え赤、赤十字で全国の赤十字ですね、赤十字だけはそのね名誉総裁をお務めになられるということで、先日行われた18日のね全国赤十字大会の その前に事前にですねその赤十字の関係者の方が15日に両陛下に対してですねその説明をされたっていうようなことらしいんですねでその皇居で行われたようなこの説明会だったらしいんですけどその席にはですね栃宮愛子さまのお姿もありましたとやっぱり愛子さまというとですねまあ天皇皇后両陛下がこういったね、まあ、赤十字に絡むようなですねその福祉活動っていうかそういったようなことに非常に えー、お力を入れているっていうようなことを、それこそ幼少の頃からずっとご覧になっていたっていうことで、ご自身もそのね、えー、福祉活動にご興味があるっていうようなことと、まあ、それだったら両陛下もぜひね、まあ一緒にね、参加されてはどうですかっていう形になったと思うんですけども、そういったようなことで、この席には敏宮愛子さまのお姿もあったということでね、非常に熱心にこの説明を受けられていたっていう話です。うん、まあそういうことですね。でですね、 えこの記事の中でですね、ちょっとね、まあ今回は特にその愛子さまの留学の話でね、例えば先日出た、これどこでしたっけねどこの記事か忘れちゃった。あの、5月1日付でですね、これも確か女性週刊誌だっけなちょっとね、どこだったかすいません。もう最近ね、すぐ忘れちゃうもんでね、忘れちゃいましたけども、5月の1日付で、その自住職のね、女官にね、まあなられたというね、これは誰だっけ対馬。 さんですよね津島奈美江さん。ごめんなさい。津島奈美江さん、えー、がですね、この方は、えー、確か日本語とスペイン語非常に流暢な方でね。 え、元通訳の方というようなことで、新しいね、自住職に疲れたっていうようなね、そういったようなね、ニュースも出てましたよね。で、おそらくはこの方に関しては、愛子様はこれからですね、海外移住をするた海外移住海外留学をするためにね、もしかしたら一緒に、一緒にですね、同行されるんじゃないか、みたいなことも今現在は言われているというような方ですね。そういったような話もちょっとこの記事の中にありますし、 何と言ってもね、やっぱりちょっと紹介したかったのは、えー、この記事の中でね、あの例のテムズとともにですよ。えー、そのね、えー、記事っていうかですね、そのね、本の一部を引用しております。で、陛下もですね、そのオックスフォード留学時に、まあ、こういったようなことをよく思われたっていうことで、ちょっとその部分だけね、引用して読みますけど、イギリスの内側からイギリスを眺め、様々な人と出会い、その交流を通じて、 イギリス社会のの多くの側面を学ぶことができた。さらに日本の外にあって日本を見つめ直すことができたことこのようなことが私にとって何者にも変え難い貴重な経験となったといったね、えー、これはねテムズと共に記されていたような一部分なんですけども、まあ、そういったようなねこともこの記事の中で引用しておりますどういったことかっていうと、えー 天皇皇后両陛下天皇近将陛下におかれてもですね敏宮、えー、愛子さまが、あ、学習院の卒業とともにですねまあ本当にもう来年の話ですけども、えー、まあこの、えー、天皇皇后両陛下の後じゃありませんけども例えばイギリスのねオックスフォード大学だとか、えー、そういったところに海外留学をされて今ね、えー、そのテムズともにの文章をちょっとね引用させてもらいましたけどもそういったような非常にね、えー まあ貴重なご経験を、えー、ぜひねしてほしいといったようなことを、まあ、おそらくはあの天皇皇后両陛下もね非常にお考えになってるんじゃないかなっていうようなことが、えー、この、えー、記事の中に書かれておりますいやそうだと思いますよねやっぱり天今現在の、えー、この令和の世のですね金城陛下と皇后雅子さまにおいては特にやっぱりね語学が非常に堪能なね金城、えー、陛下と雅子さま えーというようなことで、なおかつね、雅子様に関しては、皆さんもご存知の通り、ね、外務省にお勧めだった外交官であられたというね、そういったような非常に、えー、まあ、 非常なね、えー、高貴なというか、えー、まあ、貴重なね、えー、ご経験もお持ちなわけですで。陛下に至ってもですね、英語はもちろん、スペイン語あたりもスペ、スペイン語もね、実際にご自身でも、まあ、重要な一つの言語としてね、以前からお学びになってるだとかね、まあ、そういったような影響を受けて、まあ、当然影響を受けますよね。ということで、えー、この記事にも書いてありますけども、敏、えー、宮愛子さんにとっては、もう、英語はほぼネイティブレベルだと。 言、えー、うようなことだとか、スペイン語に関しても、えー、近所陛下と共にね、えー、その幼い頃から、えー、学びを行って、学んでいたというようなことで、えー、愛子さまにおいても、英語だけじゃなくてね、スペイン語においても大丈夫よみたいなこともね、えー、書かれていて、さっきの対馬奈美恵さんか、対馬奈美恵さんが、その留学時に一緒にご同行されるということになれば、非常にね、いい、なんていうんですか、 あの、道しるべをえつけてくれるような方なんでしょうけども、愛子さご自身にとってもね、例えば語学に関してはほぼね、問題ないだろう、みたいな話ですよね。で、そういったようなことで、ちょっとね、真ん中辺に書いてありますけども、愛子さまの世代というのはデジタルネイティブ世代、すなわちね SN、SNS のも世代になってますね、ということで、 今現在の,その、ね、警務庁の広報室の SNS 対策ですよで。これに関してもね、例えばですけども、愛子様がイギリスに留学されて、その留学された後にね、 その後も引き続き、例えばイギリス王室の方々と直接ね、皇室の SNS 運,運用というそういったような目的で意見交換を愛子さまが SNS を通じてされるというようなことになったら、これはその愛子さまご自身だけじゃなくてですね、皇室全体にとっての非常に大きな財産になりますよっていうようなことでね、いやー、そうだよね。あの逆に言うとですね、まあこういうようなことができるのは他にいますかっていう話ですよね。 いいいないでしょううっていう話だよねどこぞの宮家のですね辞書の方できますかできんよね。はっきり言ってこういったようなことがね、えー、それこそですね今現在でも語学堪能な、えー、なおかつね非常に修学に関してはご熱心な愛子さまが、えー、イギリスにね まあこれはオックスフォードでもえまあいいんですけどもまあそういったようなところにまあご留学されるというようなことになって今持たれているようなあの言語の能力に磨きがかかってなおかつねさっきのテムスとともにのえ近所陛下のお話じゃありませんけれども貴重なねご経験をそれこそ海外のね王女の方々まあ年齢がね非常に近いような王女の方々将来女王の方々と えー、交流を深めることによって、えー、留学されて、えー、帰国された後もですね、そういったような、S あの、例えば刑務庁の SNS のね、運用で、えー、今回は、あの、例えば、えー、イギリスのね、 えー、皇族のか、王室の方々とこんな話をしましたとかね。え、ベルギーのこんな人とこんな話をしましたとかね。そういったようなことが、えー、実際に、えー、刑務庁の広報室のね、SNS 配信。いや、そうだったら素晴らしいよね。ぜひやってほしいよね。で、ぜひやってほしいんですけども、そんなことできるの他にいますかみたいな話ですよね。もう愛子様しかいないでしょう。っていうようなことだと思いますよ。 確かに例えば、あの、久子様だとか、皇后雅子様、確かに語学はものすごくね、えー、それこそ非常にネイティブレベルの、えー、例えば英語なんかお話になりますけど、やっぱりね、今言いましたように、ちょっとこれからも説明しますけど、えー、今現在のね、ヨーロッパの、えー、王女の方々、将来の女王になられるようなね、愛子様と非常に 年齢が近い方々だからこそ愛子さまを通じてねそういったような刑務庁の SNS 配信に関しても非常に大きな財産を作ってくれるんじゃないんでしょうかということですよね。はい いやー今回女性セブンね、いいね、みたいな感じだけどね。久々ですよ、この女性セブンね、いい記事出してるな、みたいなね。えー、最近ずっとですね、なんか皇后まさ様をもね、ディスってるの、みたいなね、そんなようなばっかり出てたから、ね、いい加減にしろ、みたいな感じだったけど、ちょっと反省したのかな、みたいな感じです。はい、というようなことで、目尻下がっておりますけど、今回目尻下がりっぱなし、みたいな感じでね、もう話もどんどん流暢になってきちゃうな、みたいな感じですけどね。はい、ですね。 まあ、そういったようなこともあるだとか、あとはね、ちょっと先ほどもお話ししましたけども、やっぱりね、今現在のね、このヨーロッパの王女の方々ですよ。非常に愛子様と本当にね、それこそ2歳、3歳、せいぜい4歳ぐらいの年齢差でね、あられるような各国の王女の方、要は将来、将来の女王ですよ、の方々で、やっぱりね、例えばですけど、スペインにはこのフェリペ国王、 長女のねレオナールレオノール王女が、まあ、将来の女王としておられるだとかあとはねその妹のソフィア王女、えー、もうですねやっぱりその留学という観点だと例えばねウェールズ南部の寄宿学校に、えー、共にですね留学をされるだとかねまあそういったようなことでやっぱりねそのイギリスヨーロッパの中の,そのイギリスの王子とも非常にねコンタクトがあるわけですよね。 あとは、そのね、このね、ウェールズ南部の寄宿学校というようなところにはね、オランダ国王の次女のアレクシア王女だとか、将来のね、ベルギー女王のエリザベート王女も、なんかね、同じこの寄宿学校に留学されているようですね。ああ、へえ、そうなんだ。これ私初めて知りましたけど、要は例えば、愛子様がですね、今回ね、 あの留学をされるというようなことになったとしてもですね、こういったようなところに実際に訪問されるとかね、というようなことで、おそらくは、こういったね海外というか、特にヨーロッパのですね、この王女の方々、将来の女王の方々ですよ、と非常にですね、親密なご交流ができるんじゃないか。いや、絶対してほしいよね。これ、すごいね、宝になると思いますからね。完全私、お親父目線の話言っておりますけども、え。ー まあそういう、いや、これやっぱりやってほしいよねっていう感じですよね。あの、学習院を卒業ね、来年卒業されてから、一旦そのが、ね、大学院への進学みたいな話も出ておりますけど、いや、私はね、大学院に進学、まあそれはね、えー、されたらされたらで、非常に勉学に関してね、ご熱心な愛子様なので、それは大学院生としてね、一生懸命、例えば日本文学のね、話だとか、 まあ、あの、熱心に勉強されるんでしょうけども、でも私はね、どちらかというと、まあ、これ留学ということであればね、やっぱり早めにというようなことをね、やっぱり思いますけどね、もう大学卒業になると、ご年でも22歳じゃないですか、というようなことを考えるとね、で、それからまあ1年とか2年留学っていうことになると、もう戻られるのがその時点で20代半ばでしょでもそうなると、じゃあね、お相手は、みたいな話が出てくるわけですから、 やっぱりそういったようなね、なんかね、貴重な経験は、まあいいですよ。日本でそのね、大学院、例えば2年間を、行かれてからね、ご経験されてからでもいいんですけど、 やっぱり年齢のことを考えると、私はその大学院に日本で進まれるよりもですね、まあそのままね、オックスフォードだったらオックスフォードに留学といったような道の方が、今回のこのね、各国のその王女の方、将来の女王の方々とのね、そういった接点だとか、っていうようなことを考えると、私はその方を優先した方がいいんじゃないかなというふうに思いますが、 まあ、勝手な私の考えですけどね。まあ、皆さん、どのように思われますかねっていうことです。はい。えー、でですね、まあ、そういったようなことで、えー、非常にですね、愛子様がご留学ということになれば、まあ、非常に大きなね、ご経験を積むことができるでしょう。っていうようなこととね、えー、あとは、最後の方ではですね、いや、これはね、いや、女性セブンさん、今回はよく書いてくれました。みたいな感じなんだけど、 愛子様はね語学も堪うこれはもうね、えー、周知のごとくなんですけども、えー、プラスしてですね強い心をお持ちの方ということで留学を機に世界に羽ばたき、えー、皇室と世界の王室をつなぐ皇女にな,れなられるってねもうこういったような皇女は愛子さまだけですからねはっきり言いますよ日本における皇女は愛子さまだけなんですといったような世界に羽ばたく皇女になられるそのが 年、えっと、の宮は愛子さまなんですよということで、はい、目尻垂れっぱなしみたいなケイちゃんなんですけどね、<laughs> これは我慢、ごめんねみたいな感じなんだけど、えー、でですね、そういったようなことで、最終的にこのね、記事を結んでるのが、両陛下の期待を一心に背負われ、愛子さまは日々を過ごされている、先ほどのですね、冒頭でお話しした、 えー、その18日のね、行われた全国赤十字大会の事前に15日に皇居で説明をされたっていう話でも、愛子さまがね、おそばでいられたっていうようなことで、えー、そういったようなことからもね、えー、天皇皇后両陛下のこの愛子さまに何をご期待されてるかっていうことも非常にね、えー、その赤十字での、 福祉活動もさることながら、スペイン語もに関してもね、近城陛下が以前からお学びになっていると、でどうも月に1回ね、その講師を学んで招いて、スペイン語以前からずっと勉学されている、そこに必ず愛子様のお姿があったとかね、ということを考えると、いかにですね、この天皇皇后両陛下が愛子さまに何をご期待されているかということも非常に顕著にわかるんじゃないかということで、えー まあそういったような期待をね一心に背負われているの宮愛子さま。でさっき言いましたようにね、えー、世界と日本の皇室を結ぶ世界に羽ばたく皇女なんですということですね。はい。気持ちいいみたいな感じですけどね。<laughs> 勝手に言っております。勝手に言って勝手に目尻を下げておりますけども、いや、この記事に関してはですね、 やっぱり私思うんですけど、先週のね、女性セブンのね、えー、まさ様さま、えー、自炊のね、記事じゃないけど、あれやっぱりね、えー、あのー、なんていうの、反省したんじゃないのっていうようなことをね、ちょっと思いますね。というようなことですよ。で、あのー、その赤十字大会のね、まさこさの、 えー、その実際の、ね、行動だとかっていうことに関しても、まあ、皇后陛下として非常にね、堂々たるお姿をお見せしてみた,見たようなですね、えー、そういった、ね、記事もこの冒頭に出,出てるんですよ、えー、この女性セブンの記事の中ではね、そういったのを見てもね、やっぱり先週の記事反省したんじゃないのみたいなことをちょっと私は考えましたですけどね、まあそういったようなことで、えー、ちょっとね、非常にね、気持ちいいですね、記事。これ何回も言っちゃうけど、もう一回言っちゃうね。 もうなんか何回でも言っちゃいます、えー。皇室と世界の王室をつなぐ皇女になられる。で、皇女になられるのは、これは書いてないけどね、皇女になられるというか、皇女は、えー、今の日本の皇室において、年宮愛子様だけなんですよということです。これは勝手に私が言ってる話だけどね、でも事実だからね、ということです。はい、えー、ということで、えー、本日発売の女性セブンの話でした。で、あのー、冒頭でね、ちょっとお話ししましたように、例のね、 猿、えー、之助さんの話に関してはあの、さっきも言いましたように、今回のこの女性セブンにおいても、6ページ、7ページぐらいの特別版ということで、新たな新しい話もちょこちょこ出ておりますので、それに関してはね、新しい話をまたちょっとピックアップしながらね、えー、皆さんにまとめてお話しさせてもらおうかなというふうに考えております。それはこの次の動画がつくか、次の次かね、そこら辺でね、まあ、今日中か、もしかしたら明日の朝に出す予定でおります。 はい、今回もありがとうございました。じゃあねー、バイバイ。